皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。J リーグではいろんなクラブでスタジアムの話が出てきているね。というと、新設とか補修とかそういう話ですか？そうだね。鹿島、湘南あたりが現在スタジアム問題に取り組んでいるんだけど、クラブや自治体によってかなり差がある感じもあってね。なるほど、鹿島なんかは自治体と強い結びつきがある印象がありますけど。そうだね、じゃあ鹿島から少し紹介すると、2021年10月1日、新スタジアムプロジェクトに関する計画を発表。その理由はホームスタジアムである鹿島スタジアムの施設の老朽化。それをきっかけに街のシンボルになるようなスタジアムを建てる計画を2026年完成めどで取り組んでいくと発表。茨城県はもちろんホームタウンである鹿島、神栖、潮来、鉾田、なめだかの5つの市と協議を重ねた結果、新スタジアムは鹿島市内での建設検討を進めること。そして現在の課題である渋滞問題なども解決できるように検証していく。その上で候補地を正式に決定するとしている。鹿島スタジアムといえば駅と駅の間にあってアクセスが良いとは言えないと思いますが、その辺も解決ですか？新スタジアムといっても新設するのか、今のスタジアムを改修するのかは未定。この件について鹿島市の前市長である錦織前市長は、鹿島市とアントラーズには強い信頼関係がある。新しいスタジアムが鹿島市に建設されることを大前提に、全市を挙げて取り組んでいる。鹿島市からチームから離れることは、市民の心情的喪失感は、金銭的マイナスと比較にならないほど重大だ。と強い危機感を打ち出し、現市長である田口市長もこの新スタジアム建設地を鹿島市に決めたという報告に、大変喜ばしい。新スタジアム建設と合わせて周辺エリア整備を進め、六甲地域を活性化させる。市民やサポーターに愛されるスタジアム整備を含めた街づくりが進むよう、全力で取り組む。とコメント。スタジアム誘致に動いた潮来市も道の駅周辺でアントラーズと連携する施設整備を検討。誘致が思った結果に至らず残念な思いはありますが、引き続きアントラーズを支えたい。とコメントを出した。そもそもこのスタジアム建設はそういった地域の活性化も視野に入れている。現状では言葉は悪いですけど、ちょっと田舎すぎますもんね。アントラーズはこの新スタジアム計画に、スタジアムの完成に終わりは設けず、常に進化するプラットフォームとして建築、イベント開催も実施できる機能を有するなど、周辺開発も進めながら新たなシンボルとして利活用される施設。という二つのテーマを設けているんだよね。なるほど、決まった日だけに人が集まるというよりはスタジアムごと周辺を盛り上げる狙いですね。この辺りの働きをビジョン経営41という経営方針として掲げており、メルカリが買収した後も変わらない。2021年にはビジョン経営41アップデートと名前を変えてより具体的にアップデート。その一環としてスタジアムの計画もあるわけですね。かなり長期的な視野に立って行ってますね。それと対照的なのが湘南になる。このアントラーズの話を聞いた後に対照的と言われると途端に心配ですが、話の流れを簡単に説明すると、ベルマーレ側が平塚市に対して新しいスタジアムの建設計画を平塚市に提出。理由としては、スタジアムの客席にリーグが規定するような屋根がないこと、チケット販売収入が頭打ちであること。それを改善すべく、なおかつ市民にもメリットがある形として、コンサートやイベントも開催できるもので、今のスタジアムと同じ平塚市総合公園の芝生広場のあたりに設けることを第一の案として提出。今のスタジアムというのは、レモンガススタジアムのことですね。経済波及効果や第二の建設地の案なども伝えた上で、この取り組みを検討できるかどうか夏までに返答を求めている。なるほど、あくまで要望としてってことですね。この建設を担当するベルマーレの関連会社である湘南メディアスタジアムの佐藤則明社長は、平塚市で検討が無理だとなれば、ならないと信じているが、平塚市にちゃんと話をした上で他の自治体での建設ということもステップを踏んであり得る。とコメント。つまり、平塚市で検討が難しいようなら売店をすることも辞さない、ということだね。結構強気ですね。これに対して平塚市はどういう対応を？この建設案を聞いた平塚市の落合勝弘市長の反応はかなり露骨。今回はかなり無理な提案を一方的に突きつけられたと感じている。これは競技なのか？という思いもあり大変残念に思っている。とコメント。すでに早くも決裂の予感がプンプンしている。そして昨日行われた定例記者会見では記者からこのスタジアムに対しての質問が相次いだ。まあ市民からすれば関心事の一つだし、なぜすれ違いが生まれてるのかはっきりさせておきたいですもんね。平塚市長の反応は全く芳しくないもの。理由としては建設地の問題とお金の問題。
驚いた理由は2点あります。まず、一つ目の案は、これまで何度も困難と伝えてきた総合公園の原っぱや駐車場を潰して作る案だったことです。総合公園は、平塚市が最も力を入れている子育て支援のシンボルです。市民意識調査などでも、連続して一番人気の場所です。あの場所を潰すことはできません。と言っていた点。そして二つ目は建設に対して平塚市が税金で負担するようなことを否定してたこと。もう一つは、これまでベルマーレ真壁会長との面談で、自治体が税金で何とかしてくれとは思っていないと発言されてきたのに、70億円の負担を求めていることです。建設費の総額として最低でも142億円かかると試算されていて、クラブ側は市がその半額を負担することを想定。自治体が半分税金で負担するのは前例はあるんでしょうか？珍しいことではないよ。サンフレッチェ広島の新本拠地となるスタジアム建設の総工費は270億と言われており、自治体からの負担、国からの補助、そして民間からの寄付で賄う予定。民間からの寄付は、エディオンが30億円、マツダが20億円を寄付する方針を表明。どちらもサンフレッチェには馴染みのある企業ですね。そして自治体は広島県、広島市からそれぞれ43億の負担をしている。平塚市の人口が25万人、広島市の人口は120万人。規模的にかなり釣り合わない気がするよね。郷土愛の強い広島市の43億をはるかに上回る負担ですね。さらに会見ではスタジアム建設の署名活動の内容にも触れ、署名をしたけれども、総合公園を潰す案だとは知らなかった。知っていたら署名しなかったという声も届いています。市長として、一生懸命応援してきたつもりです。しかし今回はかなり無理な提案を、一方的に突きつけられたと感じています。これで競技かなとも思います。とても残念に思います。と憤慨。確かに署名活動で情報を伏せて募るのはちょっとやり方がね。また平塚市はベルマーレに対してこれまでも使用料の減免や過去7年で14億円の支援をしてきたとコメント。言い方は悪いですが、今まで平塚市が取り組んできた支援の内容について、正当な評価をいただいていない。と市長も怒りをあらわにしている。税金投入、市民の憩いの場を潰す、と聞くと良いことないですが、例えば経済効果がすごくあるとかそういう点はないんですか？ちなみにサンフレッチェの新スタジアムは県内全体の経済波及効果を開業後20年間で約6760億円と試算している。これと同様にベルマーレも平塚市に対して今後十数年の間に平塚市に3800億強の経済効果、そして税収に関して110億円強の税収が見込まれると提出しているものの、担当者からは数字について根拠が示されなかったと伺っております。その数字を丸々鵜呑みにして、それだけのものがあるんだよということを、我々も精査をしなくてはいけない。とプレゼンとしてはかなり稚拙なものだったことが想像できる。なんか話を聞いているともはや平塚市から出て行きたくて無理を言ってる気すらしてきました。湘南ベルマーレ、だから例えば藤沢市や茅ヶ崎市、鎌倉や厚木でもホームタウンとしては成立するからね。昔はベルマーレ平塚だったことを考えるとなんだか寂しい話ですね。この建設計画がどうなるかはもう少し行方を追ってみないと詳細はわからないけど、鹿島スタジアムに比べると、ベルマーレのスタジアム問題はもう少しこじれそうな気がするね。地域密着と言いますが、できることとできないことがありますもんね。特に税金の負担や建設地は市民の生活にダイレクトに関わる問題。平塚市の言い分もわかるけど、ベルマーレは集客の部分で貢献してるという自負もあるだろうし、平行線のまま進めば他の自治体に移転もありえそうだね。お互いに折り合いをつけられれば良いのですが、チーム数が増えたことで今後はこういう問題も増えてきそうですね。だね、ひいてはサッカーのイメージも変わってくるかもしれない。自治体や協力してくれる企業との関係は、各クラブとも大事にしているだろうけど、より綿密に、やり取りをしてほしいね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。